ねえねえ、私最近ちょっとね、肌ツルツルになってるの？なんか新しい美容師買ってきたんだよ。これズームで見えるかな？わかんないかな？ズームだからツルツルしている感じはわからないね。なんか本当に赤ちゃんの肌になってきたんだよ。そうなんだね。お顔がもともと赤ちゃんみたいだからね。AHA が入っている成分のものがいいって、ポロポロ、こう、どんどん、うん、質を取ってくれるの。あ、そうなんだ。やったらなんか、貴重なのがいいよね、きっと。そうなの。なんか最近めっちゃ扇風機とか、あとエアコン回してるんだから、めっちゃなんかこう、カサカサになってくる。ファンデーション塗るときになんか変な感じはするの。そっか、じゃあよかったね、それを変えて。もうね、つやつや。最近なんか新しいことやってる？最近は、浴衣を着るようになって、夏だからね。そう、なんかツイッターで見た。水色のポップな浴衣をいつも着ていて、だけど、それ20代の時に買った浴衣だから、そろそろ年齢的にね、そう、紫色に変えようと思っていて、浴衣を新しく買ったの。じゃあまだ写真は載せてないってこと？そう、まだ写真は載せてないの。楽しみ。なんか、でも絶対似合いそう。そう、後で送る。毎年新しい浴衣は買わないの？ね、毎年は新調しないかな。着物は結構好きなタイミングで買うけど、浴衣は、そんなに、ね、日本の夏が暑すぎて、暑くて、あんまり意外と着てる人いないでしょ？まあね、でもなんか今年からこそなんか祭りとかもないんじゃない？なんか、なんか、お祭りないの。あれがなくて、なんか、ね、どうなの？だから、今年はもしかしたら安くなるかもしれない、浴衣が。めっちゃ楽しみ。紫？なんか好きなの？紫とか載せてるの？今回はね、水色系を買って、で、水色が一番浴衣って可愛いんだよね。爽やかで、普段の、普通の洋服の色と違うから水色が人気で。でも、まあ私そろそろ紫かなって感じかな。理由なしで二人ともで浴衣着ようよ。そうだね、何の理由もなしで。ただ、ただただコスプレをするっていう。ね。ね、そうしよう。じゃあ、というわけで、今日はね、楽しくやっていきましょう。リンリンの、東京クリスマスライフ。ライフ。全然合ってない。合わなかった。まあ、これ、ズームの、なんか、ズームのせいもあるんだけど、まあ、いつか一緒に、こう、レコーディングできたら、一緒に言いましょう。そうだね。私は YouTuber、モデルと MC のリンリンです。そして Hello, I'm Sayuri. Please call me Sayurin. 英語出た。アニメ、そう、アニメインダストリー。Thank you. はい、私、サイリです。アニメ業界で働いてます。よろしく。バチバチバチ、私、初めてサユリの英語聞いたかもしれない。そうだね、全然喋れないからね。でも、もう全然喋れたんじゃん。すごい。そうなの？本当にすごい。素敵。やった。じゃあ、これも、もうちゃんとバイリンガルの、番組でやっていきたいと思います。思います。申し訳ない。ちょっと、読ませてください。これからも、ペラペラになれたらいいなと思うんだけど、まあ、とりあえず今日からちょっと読んでいきます。東京クリエイターライフは日本語と英語のバイリンガル YouTube 番組で、クリエイターさんの友達の日常や特別なスキルなどを紹介するよ。どう？私の日本語どう？バッチリだよ。かわいいよ。そして、今週のゲストは実はうちら大好きな友達のボンちゃんなんだよ。イエーイ。どうえボンちゃんめっちゃ可愛いよね。もう、はい、ボンちゃんはね、もう喋っている言葉の一つ一つが赤ちゃんが喋ってるみたいだよね。
でもなんかフランスも結構こう営業影響されたからなんか営業じゃなくて影響されたから、そうだね、影響だね、めっちゃ可愛いんだよ、うん、もうそう、ふわーっとした雰囲気がねー可愛らしいんだよね、リンリンみたいな、サルちゃんっていう感じ、可愛いんです、ね、めっちゃ可愛いの、しかもうちの紹介は、うん、あの実はボンちゃんからの紹介なんだよね、うん、そうなんですよ、そう、ボンちゃんからの紹介でリンリンと私は仲良くなりました。そうなんだよ、もう本当にボンちゃん大好き、可愛いよね、大好き、本当だよ、あれボンちゃんはあの長いよね、知り合い、長い、ね、もう、15年くらいかな、もっとなる、17年、あーそう、私全然負ける私多分4か5、4年ぐらい4年ぐらいかもしれない、あ、でも結構長いね、うん、密度が高ければ、うん、濃度が高ければね、あの、ね、仲良くなるからね、もうボンちゃんも本当にいい人で、もう今回、うん、あのゲストで来てくれて本当に嬉しいの、じゃあそれでは VTR スタート、今回はエピソード2っていうことで、友達のボンちゃんを誘いました、イエーイ、作詞、作曲、編曲、シンガーソングライター、ナレーションなどを活動しています。はい、すごい。え、今持ってるのは？あー、ラスちゃん。初めて見る。本当、そう、来たばっかりなの。わー、すごい。着ぐるみのプラスちゃんは見たことあって。そうそうそう、この子はね、あの、今明さんがデザインしてくれたプラスちゃんをザザベアさんが、ぬいぐるみにしてくれたコラボ商品で。かわいい。それ今発売されてる？うん、まだ発売されてる。かわいいよね。かわいい。欲しい。かわいい。相棒だからね、今日。うんうんうん。後ろめっちゃクマだらけ。クマね、あの、大きすぎて、画角が入らなかった。お部屋。ちなみに何個持ってるの？全部合わせると8匹ぐらい。なんか本物っぽい子が好きなんだよね。犬が間違えるぐらいの、いるじゃん。うん、あの、うんうん、えってぐらいの本物っぽい子を集めてて、アメリカから取り寄せてる。すっごい高くて、しかもその船便の大きい木の箱に、缶桶みたいなのに入ってくるの。なんか関税の人から電話があって。大丈夫って。そう、大丈夫ですかって。まあでも、世界観をちゃんと作ってるよね。なんかそうしないと曲作れなくてさ、なんかファンタジーを極めようと思ったらやっぱ動物いなくいないとね、結構。ちなみに今日のテーマは、うん、はい、画語をコーディネートしたアフタヌーンティーです。そうです。気づいてたのかなみんな。ねえ、ちょっと色が違うから分かりにくいかな、うん、お揃いミルクのレモン、これ新作、あの、ね、夏の新作の、まさかワンピースています。ボンちゃんは黒だよ ね。そう、私は黒です。黒が好き？ほんとね、そうだね、もうたまたまなんか黒にしようかなと思って、うん、同じ柄買ったのは知らなかったの？私も知らなくて、なんかさ、撮影で来てたの見て、うん、あ、持ってる、うんうん、今日のお茶のアフタヌーンティーに何準備したの？今日はなんかね、ほんと普段あったかいものを飲んでるんだけど、今日ね、このスタジオが冷房が壊れちゃったの。だから、ちょっと冷たい、あの、炭酸水。炭酸水お茶じゃない。お茶じゃなくて炭酸水。あの、スタバのやつ。え、スタバなの？アメリカの子だから、どこ、でも日本かもしれない。どこで買ったの？あ、そうなんだ。え、じゃあ食べ物何用意したの？ね、食べ物はね、フルーツ。おしゃれ！何それ？入れ物まで。ほんとなんかね、星に、リンリン、星にした。すごい、切り方かわいい。ほんと、キュウイのやつで、なんかあの、型抜きで、リンリンのね、動画だからね、ちょっとね、可愛くしないといけないかなと思って。私全然今日はちょっと気が抜いちゃったの。なになになに？今日はまあ、いつも通りのティーカップに、うん、今回はアップルティーを用意したんだけど、うん、ただ、食べ物ごめんなさい。うん、はい。あ、なんだろう、美味しそうな音がするよ。アメリカンソフトの
チョコチップクッキー、ごめんなさい、私全然もう準備不足だった。あでもクッキー美味しいよね。朝ごはんだいたいクッキーだもん私。本当？なんか豆乳クッキーを取り寄せてて、なんかそれ豆乳もすごいおま、なんだろう、めちゃめちゃ美味しいのがあって、うん、体にいいかなと思って、それとか。あ、なるほど。とりあえず、うん、乾杯。はい、乾杯。ティーじゃなくてごめんなさい。はい、チェーズ。チーズ。チーズって言った。なんて言うのこれ。チーズって言っちゃったんだけど、大丈夫。美味しい。うん、じゃあ軽く食べながらちょっと話ししましょう。はい。出会いの話とか。でもいつだったかとか、ね。プリティのお茶会だったよね。そうだよ。なんかプリティのお茶会で、あの、うんうん、そう、出てて、すごい、毎回知ってるからさ、うんうん、あの子だ、かわいい、お人形なんだ、キャーって思って見てた。あ、ほんと？うん、すっごいチロチロ見てた。あ、そうなんだ。すっごい可愛いって思って。なんか喋りかけしようかなと思ってたんだけど。うんうん。でもその時、ボンちゃんは歌手として、こう、うん、パフォーマンスしたんよね。ライブしたんよね。そう、歌わせていただいてて、そう、2曲歌わせていただいてて。うん、めっちゃ可愛かった。私、横、バックステージから横からちょろって見てて、うん、リハの時もずっと見てて、可愛いと思ったんだけど、うん、友達までなれるって信じられないっていうか、ね、こう。私もそうだよ、ね。本当に可愛い。声も可愛いし、なんか曲も可愛かった、本当に。私はずっと知ってたからさ、なんか話しかけるのも、なんか緊張するなと思って、ずっとなんか、下向いてる。けどなんかね、ずっと見てて何回か目あった。目あったっけ？もう人見知り激しいから話しかけられないの、うんうん。え、ずっと見てたもん、うん、なんか最後の、こう帰り道にみんな挨拶するの、うん、なんかこう残っている人たち。うんうん、で、キラさんの隣に行ったんだよね。うん、いたいたいた。そう、その時なんかちょっとだけ軽く自己紹介されたと思うんだけど、あの、その時多分千尋さんも行ったと思う。いたいたいた、一緒にいたの。で、グリオットのブランドをやっている、うん、あの千尋さん。3人だったっけ？なんか3人並べて座ってたんだよね、横に。かもしれない。私、うん、そう、喋ったのが、そう、キラちゃんのとこにちょうどお邪魔させてもらってたから。うんうん、なんか、全然もう自己紹介のままで、こう終わって、バイバイしちゃったよね。うん、そうそうそうだよね。でもその後は、ライブだったよね。そう、で、リサちゃんの見て挨拶した時にちょうど、で、うんうんうん、で、なんか帰りが一緒だからみんなで帰ろうって言って、で、リサちゃん、その、電波組だよ、すごい素敵だったねって喋ってて、それで、あの、じゃあお腹空いたねって言ってみんなで食べるの。その後はずっと一緒に食べたりしてて。タイ料理が多いよね。そう。うちら多分ハマってるのはタイ料理だったと思う。もう、ボンちゃん、私のお姉さんの感覚で、週1回、ね、2回ぐらい、あの、電話もしたりしてて。そうだよね。そう。おととい4時間ぐらい喋ってた。確かに。気づいたら、あれと思って。去年さ、実はロスで会ったんだよね。うん。ちょうどいいタイミングで、私、いい、あの、感謝祭の時、11月のために、アメリカに帰っちゃって、うん、でちょうどボンちゃんもいたよね。そう、なんか私ね、1年に2、3回はちょっと海外に行かないとストレス溜まる病みたいになってて、なんか今本当にきついんだけど、で、なんかアメリカってハワイしか行ったことなかったね。だからなんかね、うんうん、じゃあロスになんか知り合いの知り合いの方がいらっしゃったから、ちょっと、うん、いや、みんなで行ってみようって言って、うんうんうん、そうですね。で、ちょうどリンリンがタイミングがあったから、じゃあ。うん、どうしてもボンちゃん会いたくて、うん、私運転嫌いんだよね、もう。いや、なんか、運転するのがもう嫌いすぎて。泣きながらでも、前日かかってきて、怖いとか言って。いやもうだってずっと東京住むと車触んないんじゃん、うん、そうだよね。でも一応私15歳からあの運転はしてたんだけど、怖い。で、その時は全然平気だったんだけど、でもここに長く住むともう車触らなくなっちゃうんじゃん、だからいきなりフリーウェイの高速のところ、うん
うん、わめっちゃ怖いの。ロス早いし、なんかみんな運転するのはちょっと荒いんだから。でも会いたい、会いたいんじゃん。会いたいから。こう私の、あの、大学の親友の彼女も私のこうお姉さんの存在してる親友を一応ピックアップしてこう家族旅行みたいな感じ。そうだよね。こっちのアメリカのお姉さんと日本のお姉さんと一緒に合わせにパンって一緒に合わせなくちゃいけないと思って、こう途中で彼女をピックアップして、こう道案内とかいろいろちゃんと見てくれて、私も運転も集中できるっていう、なんかそれを頑張ってボンちゃんピックアップしたんだけど、でも多分着いた時はもう本当にもうストレスなんか顔色が悪すぎて、なんか面白くて大丈夫かなと思って、でもかっこよかったよ、運転手さんとか。でも話しかけないでみたいなこと言って。ごめん、本当にごめん。なんかいろいろもう集中しないといけないから。面白かった。怖い。怖かった。面白かったんだけど。リンリンってさ、みんなの妹キャラだからさ、みんなさ、リンリンをさ、なんか、かわいいかわいいってなるよね。かなぁ。みんなハラハラしちゃって、そうそうそう。みんなの安全のためにも、めっちゃ集中しないといけないから、もう、怖かった。本当に怖かったけど、でもその後は、すぐ隣のザ・グローブっていう、うん、あの、ショッピングセンターで、なんか、ツリーもめっちゃでかいものを建てたんだよね。どうだった？ボンちゃん。すごいなんか、ツリーが大きくてびっくりしたのと、あそこ楽しかったよ。うん、なんかよかった。お揃いのネイルも作ったんだよね。手作りで、こう、色を選んだり、キラキラ、ラメを入れたり、リンリンで描いたんじゃん。多分、ボンちゃんはボンボンって書いてた記憶がある。名前は付けられるマニキュア。そうそうそう、ボンボンでした。フランス語でもキャンディーの意味は入ってるんじゃん。そう、入ってない。かわいい、かわいい。ね、その時は、まあ、あの、運転の時以外は結構楽しかった。そうだね。でも、なんか、でもケーキみたいなの食べたじゃん。あれがすごいしか。クローナッツ。あの最後に買ったドーナツと、なんだっけ、ドーナツとクロワッサンの合体された。なんか忘れられないぐらい美味しかったのね。本当にめちゃめちゃ美味しくて、クロワッサン大好きで。で、昔クロワッサン好きすぎてクロワッサン作るバイトとかしてた。すごい。作れるぐらい、機械がないと作れないよ。なんかバターとその生地、バター、生地、バター、生地で伸ばしてみたい。でもね、首になったよ。すぐ。なんかとろいとかない。3ヶ月で首になったの。なんか3ヶ月早いね。絶対なんかリンリンもやっちゃうような感じ。なんかぬめってるの、その下が。で、転んだり、わっ、ガシャガシャってやったりしてた。怪我しなかった？いやー、しなかった。なんか慣れてるから。あ、よかった。そうか、別に全然。そこが慣れてる。感じっていうか、慣れてるから。この自粛タイム入る前に、こう一時期日本で、うん、あのトイレットペーパーが切れたんじゃん。あったね。近所のとこ、ずっとなかった。こう朝、私通るときに8時ぐらいから、めっちゃ行列してて、うん、最後の最後のトイレットペーパー使ったときに、ツイートかなんかで、ね、なんか見てて、大変使い切っちゃった。次の日、ボンちゃんからのケアパッケージみたいに送ってきて、めっちゃ優しいし、しかも、あの、いろいろ入ってたんじゃん。トイレットペーパー6個と、あと、マスク。あの、気境のマスクは何枚入ってたし、そして、謎々のうどんが。あ、そうだ。うどんです。うん。2種類。そう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 。乾いてるうどんプラス生うどんが入ってなんか長持ちするのを、なんかうちのね、パパがすっごい、なんかあの、なんか倉庫に、絶対なんか心配性な人だったの、パパが。そんでずっとなんかトイレットペーパーとかティッシュとかも、何度に絶対入れてないといけないっていう風に育ってて、で、私は確保がいっぱいあったのね。その、亡くなる時とかも。それで、うどんも、なんかあった時のために、なんか常備してなさいってパパにそうって言われてたから、なるほど。そうそう、って持ってて。
ありがとう、本当に。もう、その時開けたら、めっちゃ嬉しすぎて、しかも笑っちゃったし、もう本当にもう、ここで、まあ、私、外国人だし、うん、こう、こういうふうに、こう、すごい親友の日本の友達ができて、私も幸せしかない。うん、自分も外国人っていう立場ってすごくあって、うん、その時に、なんかね、うん、気持ちがわかるんだよね。なんか、完全に言葉わかって、てるじゃん。だけどさ、うん、ちょっとそんな情報とか 100% 入ってくるわけじゃないじゃん、うん、だからなんか心配さ、ね、心配だろうなと思ったらなんかいても立ってもいられなくなっちゃう。ピリに繰り上げようと。いやもうボンちゃん優しすぎて本当に私もうラッキーすぎる。もうラッキーな人その時だけじゃなくてこの前大きい台風が来た時にこう住んでるところが近いからずっと連絡取ってたんじゃん。いろいろ情報を教えてくれたり、 あとなんかこう避難いろいろ探してくれたんじゃん。友達以上の家族の感覚だと思って本当に感謝してた。絶対怖いじゃん、大丈夫かなとか思って。ボンちゃんがいるからこういろいろもう安心で生活もできるし本当なんか本当にもう家族のもんだと思う本当にありがとう今自粛はもう解除されたんじゃない？なんか日本で。でもまあ、二人ともまだ自粛を続く予定だよね。そうだね。で、その間になんかボンちゃん何してたの？しかも早かったんでしょ？ボンちゃん。もう誰でも、誰よりも早かったと思う。なんかうちほど、さっきも言ったけど、パパがすごい心配性で、何かあったらもうなんか自分の身は自分しか守れないっていう教育ずっとされてたから、うんうん、何かあったらもうそういう感じでなっちゃう。っていう体になっちゃって、もう初っ端から、自粛前から自粛してたっていうか。うん、ね、だいたい2月?1 月の終わりぐらい？そうそう、からもう全く出てなくて。すごい。そう、で、出るときはマスク2枚重ねで、マスクを切って、ガムテープで貼って、その上にマスク。ガムテープ肌に貼るとどうなるの？うん、肌に悪いよ、角質いっぱいピリピリって痛い、痛い痛いって、それで真っ赤かに腫れて、その四隅、ガムテープのとこ。呼吸できる？あ、なんかね、普段ほら、ベールで仕事して、ライブしてるから、うん、苦しいの、いつも。うん、だから、それで慣れてんだよね。なるほど。最近、こう、天気暑くなってきたら、こう、布のマスクをつけると、本当に呼吸できなくなっちゃう。ただ、慣れてないだけかもしれない。でも、ボンちゃんから、こう、うん、グローブ2枚重ね。あ2枚重ね、うん。うん。それを習いました。うん、私も、もう、自粛スタートした時に、グローブ2枚重ねて出たり。でも、変な人だと思われちゃう。まあね。もう、しょうがないでしょ、うん、なんか、自分、もう、自分の健康を守らないと、うん、こう仕事もできなくなっちゃうんじゃん。そうなんだよね。うんうんうん。なんか安心やりすぎかな、二人とも。やりすぎだと思う。多分みんなに笑われる。まあね、まあね。うん。まあ自分でやりたいなら全然いいんじゃない、うん、声使う仕事だからさ、なんか呼吸とかがさ、うんうん、なんかもし肺炎になっちゃったら呼吸とかにも影響あるって、なんか。確かに。海外のやつとか見ると、本当嘘か本当かわかんないけど、なんか未来に影響する可能性があるみたいなの見ちゃった。あね。もし念のためになったら一応歌手だし、うん、ここ気をつけたらあんま出れなくなる、うん、はい、それでは質問コーナーに入りたいと思います。はい、で、一応ツイッターとインスタで募集してきて、先にツイッターの方から行きましょう。はい、こちらはハイノコットンさん、なんかね、作詞家の方で、あ、知り合い、知り合いの方なの。あ、なるほど。ありがとうございます。本様は、カンプラ好きだけ、あ、だと思いますが、好きな MS は何ですか？わかんないでしょ、でも、リンで。ガンプラとか。これ、ガンプラって何？あと、MS は何？ね、ちょっと、この質問、わかんない。私は、そう、声優の方の事務所の社長さんの、古川沙織ちゃんっていう、あの、社長、友達いるじゃん。で、サリちゃんがガンダムとか、
アニメーションが大好き。あ、まあ声優さんだし、それで一緒にガンプラ作ったりしてたの、一時期。ガンプラ、そのなんかガンダムある？持ってる？持ってる。今の用意してきた。さゆりちゃん、年越しにこれ作った。え？厄介っていう。え？二人でなんか、年越し、何年か前の年越しに、これで年が明けたの。31日から。これガンダム？ガンダムの中に出てくる、なんだろう、このプラモデルの話のガンダムのやつがあって。かわいい。かわいいでしょ？リボンついてる。リボンついてるの。このね、シリーズはね、結構最近の子たち。思ったよりでかい。だから前が12、3個いて、大きい子はこれじゃないやつとかもあって、それとかは4つ？ 3つか4つ。かわいいと思う。今度見せてもらう。うん、見せて。さゆりと一緒に作るときにハマり始まったの？それかもともとハマってた。まあ、クマが好きだよね、もともと。そう、もともとクマがすごい好きで、うん、か丸いものが好きなの。うん、丸いもの？丸いもの。そう。なんか、プラモデルは、なんか割とすごい好きだ、なんか作るのが好きだから。ああ。この子はね、結構時間かかった。なんか難しそう、それ。うん。これはね、結構塗装、まあ、しないけど、艶消しして、墨入れして、ちょっと汚して。色もつけたりする？色が塗ってあるやつに艶を消すの。そうすると、ちょっとなんか不思議なマット感が出て、なんか偽物っぽくないっていうか。なんか、それを想像したらめっちゃなんか可愛い。なんか暇だよね。でも可愛い2人ともなんか作り物作ってて。っていうか、この前一緒にこの子作ったんじゃん。あの、そうだよ。持ってきたよ。持ってる？そう。これ2人とも一緒に、あの、友達のリエンさんのワークショップ、ね、テディベアワークショップ行ってきて、私、ね、ウサギちゃんを作っちゃったの。可愛い。そう、あと、キランさんと一緒に3人でワイワイして。めっちゃ可愛い、なんかベールがついてる。ピンク。そう、なんか、ピンクのベールつけちゃった。うん、楽しかったよね、これね。楽しかった。友達と一緒にやるとめっちゃ楽しい。うん、ねえ、でもみんな会話もなく作ってたよね、うん、僕も。うんうん、でも楽しかった、ね。これでお揃いになる。うん、それでは次の質問に行きたいと思います。はい、ヤグーさんから質問です、はい。はい。好きな音楽のジャンルや好きなアーティストさん、うん、が知りたいです。よろしくお願いします。なんだろう。でも、やっぱりなんか、もともとクラシックから音楽入って、ずっと2歳の終わりぐらいから、なんか、ま、母親がその音楽やってる人だったから、ずっとやらされてたから、やっぱりね、クラシックが一番好きなの。うん、で、影響されたのが、サティとか、ラベルとか、ドビュッシーとかその辺とか、あと教会音楽。ドビュッシー私も大好き。ね、なんかすごい休まるっていうか、ああいうものをなんか歌とかで表現できたらいいなとか思って。うん、でも確かにボンちゃんのそっち系だよね。ちょっと本当に世界観を作れる曲も作ってるんじゃん。うん、一瞬聴いたらこう甘い世界に入ってる感じをする。うん、ちょっと不思議感も入ってて、なんかね、やっぱ教会音楽みたいなふわっとしたやつと、うん、ポップスで混ぜるのはずっとやっていきたいなって、うん、アンビエント系の音楽とか、うん、あとは、うん、あのチル系、チルアウト系のやつとか、うん、全部融合させてなんか、うん、癒し系のものをやりたいなと思ってて、うん、素敵。じゃあ次の質問にいきます。はい、はい、こちらは、ゆうくんぽんにょんさんから、りんりんと仲良しな姫、お互いどんなところが好きですか？姫は、あ、姫、あの、ぼんちゃんのことだよね。ごめんなさい。姫はりんりんのどんなところに惹かれたのでしょう？うん、二人に共通すること、性格、趣味、考え方などありますか？すごい細かい。二人でお洋服、アクセのお買い物行って、コーデし合って、服を着てアフタヌーンティーしてほしいドキュメンタリーで見たい。っていうか、今じゃん？これじゃん？今だね、完全に今だね。コーディネートしたんじゃん？いや、そうだよね。
お揃いのコーディネートして、お揃いの、お揃いのだった。だからもうドキュメンタリーっていうより、もうこれ、これ見れば大丈夫そうじゃん。すごいね、ちょうどでも勘が鋭いよね。二人ともの共通のこと。あ、なんかちょっと、ゆっくりしてるよね、二人と。お仕事に対する態度、それと、まあ、健康のところも。ああ、そうだね。っていうか、一緒にジムも始まったし。そうだよね、ジム。ジム楽しかったよね。楽しかった。今、もう休み中なんですけど。ね、ちょっとね、行きづらいけど。うん、まあでも、ニニはすごい、なんか、びっくりするぐらい純粋だなと思う。本当？うん。なんか、可愛くて、なんかね、アニメキャラで、そう、なんかその、優しくて純粋で、なんか、あんまり、あと嘘つけないじゃん。私、あんまりできない人な。あんまりってか、できないじゃん。下手すぎて。嫌なことあると喋んなくなっちゃう。もう、そうだよ。なんか、もう本当に黙る方が多い。なんか見たことある。なんか私は曲とか作るときに魅力的な女の子とかをイメージしないと書けないから、結構なんか、想像しながら書いちゃうっていう。え、本当に？なんか、変な、あの変な方の曲じゃないやつね。だからちゃんと純粋的な感じで真面目な曲書くときは、なんかこういうイメージだなっていうのとかは、なんか光栄なの。ちゃんと感情はっきりしてくれるし、嫌なことは嫌がってるし、嬉しかったら嬉しいって。だからすごい楽、うん、楽っていうか。でも、ボンちゃんめっちゃ優しいし、何でも言ってもバリアがないって、それよりも仕事もちゃんとしてるし、頑張ってる。ところも本当に憧れてる。めっちゃ尊敬してるの。いや、なんか、かわいい子には優しいんだよ。わかんない。わかりやすいって言われる。同じ業界でもないけど、そうだよね、全然違う。悩みとか全然相談乗ってくれるし、何でも聞いてくれるのは本当に、こっちもめっちゃ楽になるし、ラッキーだなと思った。なんでいや、可愛くて仕方ないから。でも確かに誰よりも、ボンちゃんが私一番泣いてる顔を見たことある。あ、結構見るね。すいません、本当に。いや、でも私も悩みとかさ、相談してるしさ、悩みとか嫌なことがあった。お互いでも結構ね、お互いまあでもうちらの、まあ、グループの中にめっちゃこう、うん、みんな支えてくれるグループだよね。もう何でも悩みを聞いてくれるし、いい友達できたなと思って、ね、幸せすぎる、うん、なんか私多分一番こう好きなところは、うん、こうめっちゃ可愛いんじゃん。しかも仕事もちゃんとできてるし、でもめっちゃこう生活もしっかりしてて、なんか私お金の話とかをこう質問あったりするときも、ボンちゃんは多分私の友達の中に一番しっかりしてる人なのと思って、なんかね、父親がそういう感じでちゃんとお金のことをちゃんとしなさいみたいな、うんうん、で何かその国の情勢が動くときがあったらニュースを、いろんな国のニュースを頑張って全部なんか翻訳してもいいから、うん、全部見なさいみたいな人、うん、なんかね、そう、それなんか見ないと怖くなってきちゃって、なんか、うん、でなんか小学生の時からそれをニュースとか分かるために家庭教師の先生で、英語の先生とフランス語の先生がいたので、うん、それでなんか今でも全然英語できないけど、ためにはなってるっていうか、まあ、Google で仲良くしながら見てるけど、うん、でもさ、こういう時だから知らなきゃいけないことってあるじゃん、うん、その、お金の話だったり、株だとか。特にボンちゃんからそう、なんか、大事な記事を送ってくるし、しかも英語の記事、たまに英語の記事も来るから、すごいと思って、いや、本当にもう、貴重な友達。いや、そうだよね。それでは最後の質問に行きたいと思います。はい、かわいいクラスちゃん。はい。はい、はい、それではこれは、私のインスタで拾った質問です。はい。はい、にゃんちゃん23から、はい、これは毎日やってる教えてくださいって。なんかね、多分ね、怒られちゃうかもしれないんだけど、なんか結構その、マスクがいっぱいあるの、動物のマスクがうちに、撮影で使ったやつとか、動物があって、こういうのがあって、そう、被るやつとか。それで、自分の飼い犬を、びっくりさせるのが、好き。え？
かぶってなんかなんかそうかぶってやったり、あとこの子が動いてる動いている。そういうのをやってる。嫌がしてるの？それ毎日？まあでもほぼ毎日だね。これを買ったの。嘘。そう。で、うちあのトイプーだから、ほらお母さんじゃん。だから追いかけたりして。ちょっとボンちゃん。それであの遊んでる。まあ遊んでるか。そうでもすっごいなんか飛びかかってくるから、多分私だって分かってんだけどみたいな。ワンちゃんはそんなに怖がらないよね、うん、逆にこう、うん、来る方だよね。くるくるあのなんか舐められてるからすっごいバカにされてん相手にされないから基本、うん、初めてボンちゃんのところ行った時に、うん、こう、うん、トイプードルを飼ってるってずっと聞いてて、うん会うときに、トイじゃないよね、この大きさ。トイじゃないよね。そう。トイじゃないよ。でかいよ。言ったよね、でかいの。いや、もう、でかいよ。なんか、動物病院とかで先生が言うもん。めちゃめちゃ。だよね。大きいね。トイじゃないよ。でも、ちょっと激しい。めっちゃハッピーじゃん。こう、絡んでくるじゃん。うん、逆に強いでもなんかソファーとかに上がるときドーンってなってるんですよ、ソファーがぐらい体重重いから。そう、強いの。そう、めっちゃめっちゃ強い。だからバカにされないようにしたいなって思ってこういうそかぶり物をいっぱいあって二人ともこう家の中にこう走り回るところを本当にいつか見たいな。じゃあ、そろそろこう、うん、終わりにしようかなと思って、ね、うん、とりあえずボンちゃんの告知とか何かあったら教えてください。新しいアルバムとか。新しいアルバムは今年の終わりか来年にまた出せたらいいなと思ってるんだけど、うん、まだちょっと見て、まあ、作りかけなんだけど、うん、あとはなんかまだ PV とかをまた出してきたらなと思ってるので、YouTube チャンネルを見ていただけたら嬉しいです。イエーイ。じゃあそれでは長いお茶会、ルンティー本当にありがとうございました。はい、ありがとう、楽しかった。普通にやってるのと普段とあんま変わんない。まあね、本当に、まあ昨日話してたばかりだよ。昨日そうだね。昨日と一昨日と前ちょっと何日か、うん、忘れちゃった。ね、そうだね、うん、まあでもこんな感じで一緒にコラボできて本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。ボンちゃんのリンクなどは全部下にリンクしときますんで、ぜひチェックしてみてください。そしてもちろんボンちゃんの音楽 YouTube に載せたり Spotify もある。 Apple Music、はい、Apple Music、うん、私は Spotify 派だから Spotify で聞いたりしてるんだけど、はい、いろんなところで聞いてるから、うん、ぜひ、はい、もしまだ聞いたことない方がいたら、もう本当に可愛い世界観だし、日本語とフランス語を一緒に混ぜたりしてて、ウィスパーのめっちゃセクシーな可愛いセクシーな感じはするから本当に可愛いなの。ぜひ聞いてみてください。バイバイ。バイバイ。いやー、もう、ボンちゃん、かわいいよね。かわいかったー。なんか、一緒にプラモデルをやってるよね。うん、そうそう、作ったよ、プラモデル。ベアッカイを作ったかな、ピンク色のね。そう。いやー、すごい、かわいい。二人ともかわいい、何それ。ありがとう。ちょっと私も入れさせてください。そう、一緒にやろう。年末にね、大晦日にお家に集まってガンプラを作るの。うそー、楽しそう。それ やりたい。それしよう、今年。ね。やっていきましょう。うん、じゃあ、はい、はい、それでは皆さん、楽しんでいただけましたでしょうか。何かコメントとか質問コーナーに、ちょっと投稿したい質問があれば、これからさゆりと一緒に質問も、拾っていきたいなと思うので、ぜひ、この下のコメント欄とかで投稿してもいいし、それか、SNS の、ハッシュタグの、リンリン TLC を使えば、こちらで見つかれるので、ぜひ使
使ってみてください。そして投稿してみてください。はい、楽しみにしています、はい、ありがとうございます。はい、それではうちらの個人の SNS は、YouTube リンリンドールリンリンドールライフインジャパン、ここのチャンネルと、あとインスタはリンリンドール、Twitter と TikTok はリンリンアンダースコーバーアンダースコーあごめんなさいアンダースコーバーそうアンダースコーバーはいいの、うん、アンダーバーで大丈夫そうだね、Twitter と、TikTok はリンリンアンダーバードールです、そして次は、はいはい、私は、ツイッターがさゆりんか、古川さゆりで検索したら出ます。あと YouTube はさゆりん先生のおうちです。犬がたくさん出てます。見てね。めっちゃかわいい、ハクちゃん。かわいすぎる。このハクがかわいい、コーギーなの。かわいすぎる。じゃあ、それでは、みんなぜひチェックしてみてください。じゃあ、それでは。バイバーイ。バイバーイ。